スノーマンラウール、パリコレ出演、ドアップオフショット公開に、妖精みたい勇気をもらっています、と反響。モデルプレス2024-09-26、スノーマンのラウールが、2024年9月26日、自身のインスタグラムを更新。フランスパリで開催された、アンリアレイジ、アンリアレイジ2025ハルカコレクションのショーでのオフショットを公開した。ラウール、 レディースアイテム着用でパリコレランウェイ9月22日、ザ・ゲーム・イズ・オン、勝負は始まっているという一文を添えて、パリに滞在する姿をインスタグラムに投稿していたラウール。9月25日には、アンリア・レイジの公式インスタグラムにて、ラウールがランウェイを歩く姿が投稿された。9月26日には、ラウール自身もランウェイでの様子と、ランウェイ裏でのオフショットを投稿。今シーズンの同ブランドの、 ウウィンドウをテーマとしたアイコニックな衣装に身を包んでショーへ出演したラウールだが、I never dreamed I would walk the Runway in a Women's Look。まさか女性のファッションでランウェイを歩くことになるなんて、夢にも思わなかった。と驚きもあったことを英語で綴った。また、ステージ衣装である透明のアーティスティックなオブジェを頭にまとい、キラキラと光るメイクを施したラウールがアップで見つめる写真や、やんちゃな笑顔でウィンクをする写真など、 貴重なオフショットが投稿されている。世界のラウール、妖精みたい、と反響2022年6月にパリで開催された、ヤアアマ山本ポアオム2023スプリングサマーコレクションにてパリコレデビューを果たしたラウール。ファンからは、世界のラウール、着実に未来へ進んでる。進み続ける姿に勇気をもらってます、女性用だったの。似合ってる、美しい、と着実にモデルとしてステップアップしていることへの称賛の声や、 ドアップのラウール様が美しい何もかもキラキラしてて妖精みたいとますます磨きがかかったラウールの美しさに感嘆する声が寄せられている。